どうも皆さんこんにちは、セブンと申します。それではね、今日はスマブラ SP、勇者の使い方っていうのがね公開されたので、もう見ます、すぐ見ます。今公開されたから。皆さんこんにちは、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルディレクターソラの桜井です。桜井さんこんにちは。今回はドラゴンクエスト勇者ダウンロードコンテンツとして参戦することになり、それをご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。ダイレクトとかだと真面目に台本とかを用意したりとかを作ってもらったりするんですけど、アドリブで？お、すごいね。予算がないですね。そんなことじゃないでしょ。コントローラーも駆使して頑張っていきたいと思いますので、どうぞ。アシスタントいないんだ。その前にドラゴンクエストとは、あ、やっぱその説明がね。86年から始まった日本を代表する RPG 作品。そうね、すごいよね。ゲームを日本に流行らせたのはドラゴンクエストとの問題が、また社会現象にもなった一流のソフトです。そうね。最新作はドラゴンクエスト 11S というスイッチです。そうそう、9月か、あと少しでできる。これは開発後のプレイ仕様と思いますので、部分的にカメラの感じとかが製品版と違うこともありますので、それはご了承ください。おお、はいはい、了解です。さあ第2弾か、まだ勇者だね。これ衝撃映像よ、本当に。これがドラクエ11の勇者です。はいはい。これから販売されるソフトのものですね。悪魔の子と呼ばれた16歳勇者の剣に回路を装備しています。これが次の勇者です。いわゆる勇者ロト、16歳ロトの剣を装備しています。お、なんか面白いな。次の勇者と11の勇者は盾のデザインが違うね。すごいな、お次はドラゴンクエスト4の勇者です。いいね。ファイトのカレームのウゼム様ということになりますね。17歳天空の剣を装備しています。最後にドラクエ8の勇者です。なぜか呪いが効かない18歳なぜかね。トークがいます。お、すげえ。友人号の剣を装備しています。すごいな、最強装備を。確かエイト。そう、エイトおかしいよな。イレブンとエイト。そしてカラーバリエーションがあります。これらはシリーズ。ああすごい。テリーとか。あ、すごい。なんでクール。実は勇者同士がこうやって戦うというのはドラクエのシリーズの中で初なんですね。確かに言われてみればないね。そのコマンドはどうやって選ぶの？声優さんも当てはまっています。それをご紹介したいと思います。あ、声優の紹介してくれる。ちょっと知らないんだけど、俺あんま声優。これでも決まってるやつだよね。おお、すごい。なんか知ってんな。すごいね。演技はプロで、本当に全員の中でも特に素早く収録をされていました。ほったっけーってやつ。こういうのは草尾武さん。おう。もちろんベテランですけれども、その中でも非常に、主人公とかコーナーを詳しくお聞きにならって、そのキャラクター性をしっかりと染み込ませた上で演技していただきました。おお。おい、マジで？おい。へぇ。そうね。スマブラが初めてでいいのか？さあ、そうそう、君だよ。待ってたの君だ。
おお。え、マジで？会心の一撃、素晴らしいね。会心の一撃なの？てかシリーズごとにやってる。へえ。ああ、いいね。リンクと同じだ。弾ける。すごいな。メラゾーマ。いいね。せっかくメラゾーマまで貯めていてもその時の MP が足りない場合出ませんから注意あ、見なきゃいけないんだ。ちょっとめんどくさいね。デイン。はいはいはい。ギガデイン。なんかだいぶ違ったね。ギガスラッシュみたい。おお。バギー。バギークロス。おお。なるほどね。あ、使い分けるんだ、それで。おお、すげえ。ねえ、MP が余ってれば。コンボの起点とかにできそうなのかな？あんまり俺わからないけど。復帰阻止。なるほど。そう、これが気になるんですよ。ランダムで？へえ。あ、強くなると。すごいな。おお。すごいな。なるほど。え、めちゃめちゃ強いじゃん、それ。ああ、強いな。結構長いね、しかも。なるほどね。反射反射で。はいはいはい。ホイミ強くね？どんぐらい回復すんの？それわからんか。多いな。多くね。ピオリム。すっげえ速い。走るじゃん。走るじゃん。もうザラキあるぞ。多いな、本当に。強すぎだろ。あ、なるほどね、確率がね。なるほど。あ、でも一撃殺強いな。ルーラは何？ワンチャン狙う感じ？あ、なるほど、すげえ。おもろ。あー、面白いな。すごいな、メタルギリ使う場面ないだろうな。でも出たパルプンテ、なんか自分が死んだりするのかな。
砕けチッターやってほしい。なるほど。相手砕けチッターとか言ったらマジコントローラー投げる。おお。なるほどね。そしてメガンテ、これは超強力な爆発を生みますが、自身も自滅してしまいます。いろいろな技があり、勇者が持つ必殺技というのは、前回からの中でも最高の数になっています。ああ、今ので全部か。またこの後は R ボタンなので、そのまま何もかけずに。ああ、なるほどね。あいつ気に入らねえなっつったら、キャンセルすると。これすごいよな。全主人公よ。ああ、思ったより。なるほどね。上に飛んでても当たると。あ、面白いね。大乱闘でお試し。そうね、そこよ。お、ありがてえ。さあ、ヒーローヒーローなんだ。お、すげえ曲が。おい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 、ちょおい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 、お BGM おたけびを、えちょ、早く、いやー、ちょっと早くやりてえ、これもう。これやばくね？うわ、これ BGM、どんだけあるみたいな発表されてたっけ？いや、ちょっと覚えてなかった。すごいな、そんなすぐ選べる。おー。強いね。さあ、ヨナズン。お、強いヨナズン。あ、でも MP が、だいぶ使うんだな。あ、スライム！すごい。スマブラじゃないみたいね。強ってか桜井さん強くね。そんなことない、こんなもん。もう会心の一撃。ホイミいいね。え、どんぐらい回復した今、分かんなかった。あ、すげえ速くなんな。お、さあ、必殺技。いいな。X 君いるのいいね。俺、10やってるからさ。ミスってる。すごい面白いな。バイキルトじゃない？なんか使う？あ、さすがに端っこでやったら死んじゃうよ。おー、すげえ。勇者って言うんだ。勇者って言ったよね。あー、新ステージもね、説明してくれる。原作のどこかに出てくる天空の祭壇をモチーフにしています。おお。空飛ぶんだ。俺イレブンやってねえからわかんねえけど、オーブがあるね。ほう。なんで？でもこれすごくね？めちゃめちゃ作り込まれてるよな。一から作ったんかな？うわ、すげえ。
うん、たまにハブレメタルが出てくることもあります。お、倒せ倒せ。またケトスのそばを通過すると同時に体重に対してかなりのアプローチをしてきます。ほう、何かのね、もうネタバレできないからあれだよな、大変だね。何？面白い。ああ、なんだな、固有のアイテムとか出たら面白かったのに。ああすごっ、ミミック出んの？あ、めっちゃ強えやん。あ、なるほどね。あー、はい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 。マジで？そんなんできたの？見せて見せて。お、すごい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 。あ、ありがてえ。永遠に楽しんでるわ俺は。あ、本当だ、気づかなかった。ああ、いいな。はぐれメタル。明日じゃねえか？おい、明日じゃねえか、おい。おかしいだろ。おお、ファイターパス買おうな、みんなもな。おお、これはあれだ、ベッドか金熱だろ。なんだろう、何が追加されるんだろう。あ、他の勇者だろ。他の勇者ちゃう。あー、違う。おー、ワンの主人公ね。いいね。不透過か。じゃあ面白いところから撮るやんけ。あ、すげえ。髪の毛がなんかすごい鳥山明っぽいね。すげえ、プルンプルンしてる。そんなんできんの？プルンプルンだ。かわいい。あ、いいな。欲しいな、ちょっと。あ、すげえ、メタルする。メタル化してる。あー。あ、いいね。これを買ってもいいかもね。安っ。そんなもんなの？ 100 円ぐらいじゃん。ああ、そうね。何が追加される？つってもそんなないべ。あ、なるほど。ずっと保持して、なるほど。ああ、いいんじゃない？ああ、いいね。オッケーオッケー。お、なに？なんか激ムズ？それとも簡単？あ、とても簡単か。あ、むずいもんな。マジむずかったからね、これ。お、あ、かけられるやつでしょ？あの、お金かけられるやつ。ああ、そう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 。これ、これやろうぜ。これちょっと俺実況しようかな。大感染を。へえ。こ
これでも当てんの激ムズでしょ。オンラインでトーナメントモードが追加されました。オンラインでモードに入るだけで OK です。そんなに？何対何これ、何対何ってか、その64人、すごい。いいじゃん、素晴らしい。みんなの投稿で動画を連続再生できるようになるなど、細かい修正点がいくつかあります。はいはいはい、そんなもんかね。アミーボが新しく発売になります。シズエとポケモントレーナーとピチューです。ピチュー欲しいな。それぞれ、黄色っぽいパッケージで出されますので。なんだそれ、黄色っぽいパッケージって。ちょっと先だね。今回なんとなくライブ風に番組を設定してみましたが、新しいファイターが出るかに心があるのかどうかというちょっとわからないところがあります。おお、今回はとにかく優勝を楽しんでいただければ幸いです。オッケーオッケー、ありがとう、ありがとうね。すごいよな、このコピーガードだっけ、コピーライトだっけ。あ、ちょっと待って待って、次の動画始まっちゃう。待って。いやー、すごかったね。なんか、新ファイターの情報来るかなと思って見てたけど、まあ、こう、気はしなかったけど、なんだろう。いやー、なんだろうな、その曲がさ、そんなに入ってないかなと思ってたんだけど、正直。大御所の方だから、杉山浩一さんだよね、確か。なんかね、曲はあまり使えないんじゃないかっつって、FF もね、2曲ぐらいしか入ってないのよ、スマブラって。でも結構4曲も入れてくれたから、なんかすごい感動したね。いやー、明日よ、しかも。明日の午前中に、つって、お前何時か家この野郎と思ったけど。明日の午前中よ。すごい。そんなスピーディーなことある？ないよね。いや、皆さんぜひ、見ましょ。見ましょうじゃねえ、買ってやろう。あと大観戦ね、やる。俺ちょっと、俺かけしまくる俺、こいつが書くつべっつって。うわー、楽しみー。結構細かなね、修正があってね、バージョン 4.0 にふさわしいあれになってるんじゃない。あとはあれだね、あれが気になる、キャラの修正みたいなのが多分入るんでしょ。何がどう修正されるのかなって。あんまりすごいスマブラやってるタイプじゃないけど、ちょっとそれは気になるね。うわー、なんかサプライズってなんかないかな。ね。あとあれもあったか。ミーコスとかも追加されるみたいだから、あれは別、ファイターバスは別で課金しなきゃいけないやつだけど、あれだって税別72円だっけ？課金してもいいよな。そんぐらいだったら。だって税込みでも100円いかないでしょ。いやー、いいな。消費税上がる前に買っといた方がいいかもしんないね。いやー。うわぁ、楽しい。やべぇ、寝れるかな俺。自信がね、俺寝れるかな。まあね、じゃあ今日はね、勇者の使い方見てみましたということで、これぐらいにしておきたいと思います。よければね、チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。